D のブッツァーティ・トラベルソは、イタリア人の作家、短編小説家、画家、詩人、コリエーレ・デラ・セラの記者でもあった。ブッツァーティの世界的な名声は、主に彼の著作、タタール人の砂漠に追うところが大きい。しかし同時に彼は、好評を博した短編集でも有名である。短編集、セッサンタ・ロッコンティで1958年に、ストレーガ賞を受賞している。その他、 舞台美術、評論、漫画も手掛ける。彼は、イタロ・カルビーノと並んで20世紀イタリア文学を代表する作家である。幻想的、不条理な作風から、イタリアのカフカと称されることがある。ブッツァーティは、彼の先祖が過ごしてきた町北イタリアのベルーノの近くの町サン・ペレグリノに、生まれた。ブッツァーティの母は、ベネチア生まれで獣医をしていた。また、父親は、 古代から続くベッルーノ家の出身で国際法の教授だった。ブッザーティは4人兄弟の2番目の子である。兄弟のうちの1人は有名なイタリア人遺伝学者のアドリアのブッザーティトラベルソである。1924年、ブッザーティはミラノ大学法学部に入学。1928年に卒業。在学中2年間の兵役に就く。この大学では かつて彼の父親が教鞭を取ったことがあった。法学部の卒業も間近かとなった頃、22歳の時に、ブッツアーティは、ミラノの新聞、コリエールデラセラに雇われ、働くことになった。最初は、構成部で働いたのだが、後には、レポーターや特別特派員、エッセイスト、編集者、批評家として、働くようになった。彼の記者としての背景があったからこそ彼の作風が、 出来上がり、さらには、最も現実離れした作品にすら、現実的な雰囲気が見出されることになったのだと、言われている。ブッツァーアーティ本人は、その影響について、下記のように述べている。私には、空想や無想というものは、できる限り新聞や、雑誌の記事と同じものになるべきだと思われる。実際のところは少しはそうした要素が含まれていると、しても、適切なのは、 シンプなものにするという言葉ではない。むしろ、無想的な物語の有効性は、それが最も平易かつ実用的な言葉で語られることにあると言いたい1933年に刊行された、諸女小説バーナボーデッレモンターにはほとんど注目されなかった。第二次大戦中、ブッツァーティは、レジャーマリーナ付きの記者として、アフリカにいた、1939年に特派員として、 エチオピアに派遣され、1940年には従軍記者として巡洋艦に乗りまたパン岬沖海戦やシルテ湾海戦などを報道したのである。戦争終結後、タタール人の砂漠がイタリア全土で刊行され、ブッツアーティはあっという間に非評価に認められ、名声を得ることとなった。また、短編集、7人の死者も高い評価を受ける。1950年代は、 七人の死者に収められている短編七回の儀曲家ストレーガ賞の受賞と成功を手にした時期である。また、ミラノで古典も開催された。1964年、ブッツァーティはアルメラ・アントニアッチと結婚する。この結婚によって彼の最後の作品、ある愛が生み出されることになった。ブッツァーティは長い病の後、1972年にガンで亡くなった。 ブッツァー,ーティは1933年に物語を書き始めた。彼の物語作品には、小説が5編、劇場やラジオ劇のための脚本、リブレットオペラの台本、多数の短編小説、そして詩作などがある。彼のリブレットオペラには、ルシアーノ・チャイリーのオペラ用に4編、ジュリオ・ビオッチのオペラ、ラ・ジャッカ・ダナータ用に1編がある。ブッツァー,ーティは、童話も書いている。 熊たちの有名なシシリー島侵入の話である。2005年の英語版では、レモニースニケットが導入部分と読者の手引きを書いている。ブッツャー,ーティは芸術家として賞賛を受け、作品を公にしている。そうした自分の芸術的成果と作家としての成果を組み合わせ、オルフェウスの神話を下敷きにして、漫画、コミックの素晴らしさを創作した。タタール人の砂漠は、 彼の小説の中で最も有名なものだが、タタール人の侵入を待ち構えている軍隊の中屯地の物語である。物語の中の心情についても、また結末にか、彼の著作は時折、魔術的現実主義、社会的疎外として引用されることがある。そして、環境と、ラホーズな技術的進歩に直面しての空想、無想、こうした事柄の行く末が、 何度も繰り返されるテーマとなっている。彼は、またいろいろな短編小説、その中で悪い子供をさらっていく子にといった、想像上の生き物や、自分自身の発明した、コロンバーを取り上げているマイナスを書いている。偉大なる幻影、スカラザの恐怖、戦艦、七人の死者、第五相対、襲撃、七回、それでもとを叩く、マンと、流体時、L で始まるもの水滴、 神を見たいぬ、何かが起こった、山崩れ、円盤が舞い降りた、道路開通式、急行列車、聖者たち、自動車のペスト道は、2008年福音館文庫 ISBN978 から48億3 4四0二万3527海岸の悪夢、クレシェンド、蝶々、モザイク、チクタク、都市のサジ、中古車、変化、二人話、今風の楽しみ、イカルス、 発明、光の速さ、動物説は、阻害、協調法、大変なパーティー、時間のほつれ、恋文、小さなミステリー、波頭に乗って、年老いた、非合法活動家たち、増費病、満月、翼の生えた、つまゆう闇の迫る頃、忘れられた女の子、夜の苦悩、ネズミ、バリベルナ層の崩壊、世界の終わり、戦の歌、アナゴールの城壁、 人間の偉大さ、待っていたのは、水素爆弾、地を止めた、機械、友達、クリスマスの物語、冒涜石の幻影、怪獣コロンブレ、1980年の教訓、誤報が招いた、死、謙虚な死催、背景新聞社主観伝天地創造、コロンブレ、アインシュタインとの約束、千の歌、星7回、聖人たち、グランドホテルの廊下、神を見たいぬ、風船、 古相大大襲撃、と揃われた、セビロ、1980年の教訓、秘密兵器、小さな暴君、天国からの脱落、煩わしい男、病院というところ、怒らぬ心、クリスマスの物語、マジシャン、戦艦、しありがとうございます。